し、少しくらいゆっくりしてもいいよな、うん、どこら辺で受けれるみたいなのは教えてくれるのかな。あ、どうした。本日おすすめのランチは、お腹空いてる、おすすめのランチは美味しそうですね何書いてるか教えて。あなたは何が食べたいですか。はい、チーズフォンデュ。え、でもポルカナーってこの町の名前だっけ。チーズフォンデュ食べたい、チーズフォンデュ食べたいけど、これ町の名産品とかじゃないのかな。じゃあこっちにする。フォルカナーなんとかってやつどうかな。フォルカナーゲルシュテンズ、なんかすごいドイツ語みたい。たくさんの野菜と麦を使った舌触りの滑らかなスープって書いてあります。ダイエットに良さそう。どっちがいい。おお、美味しそう両方食べれそう。え、あ、食べないの。食べれんかと思ったんだけど、入れてもろって食べれんのか見れば見るほど美味しそうですね。ね、あなたは何が食べたいですか。じゃあ次チーズフォンデュで。チーズフォンデュ、チーズフォンデュとかどう。どうチーズフォンデュはデートに誘うみたいな言い方してる。熱々でトロトロになったチーズにパンとかをつけて食べる料理って書いてあります。さっきのも本当にある料理。え、な、なに目が。美味しそう、美味しそう、かわいい。ルリアちゃん見守る二人の顔もかわいいよ。ていうかあれだね、男の人も女の人もこうやって見るとほぼほぼ露出度同じというか、むしろ男の人の方が露出度高い、ね、リトルサニッパー、あ、カニさんでしょ。リトルサニッパーって知ってる。最近はめっきり数が減ってきたとお父さんから聞いて気になってたんだ。もし見つけたら連れてきてくれないかな。僕が守ってあげたいんだ。連れてくるの。いいよ。え、肉片とかにしちゃいけないんだ。リトルサニッパーを見つけたら渡してあげましょう。はーい。新しい、どうやって見つけるんだろう。あ、すごい、水の描写すごい、すごーい、うわー、びしょびしょだ、楽しそう。うわ、影やば、ビークの影すごい、うわー、すごーい、ビークの影すごい、魚影みたい、うわー、このまま行ったら村の外にも出れる？わー！わー！この場所、すごく見晴らしがいいですね。あー！うわー！そういう感じで動いてくれるんだ。気持ちいいね、ここ。うわ、平和だな。さっきバハムートとあんな激戦したと思えない平和だな。あ、野菜売ってるんですね。いいよ。木の島クレイメンで出会った女の子、ね、うん、お化粧品を見てる。あら、そうなんだ、お化粧品って売ってるそのお店。素敵ですね大人のレディは身だしなみも大事だもんね。可愛いリップ買ってあげたい。私はまだお化粧とかよくわからなくて、日焼け止めだけかな。ルリアは元がいいから、元がいいからびっくりするくらい綺麗になるかも。元がいいからとか、そんなことないです優しい顔で見つめられてる。ねえねえルリア、今度一緒にお化粧してみない。あ、いいねいいね、してあげて。ロゼッタに教えてもらいながら、そうだな、団長も見てみたいと思わない。いいと思う。ルリア楽しみにしているわ。イオちゃんをないがしろにしてる気がする。いいと思う、いいと思う、うん私も大人のレディになれるでしょうか。出るよ。お、あれ団長が飲んでる。どうだ、楽しんでる。ベロベロじゃん。わあ、随分出来上がってんな。本当だよ。ちょっといいか。何？この近くの島に、はい、レアメタルの採掘を生業にしてる村があるらしい。はいはい。そこに星神様ってやつを祀った祭壇がある。ちょっと酔っ払った喋り方してる。何でもその星神様の起こす風のおかげで鉱脈が簡単に見つかるとかなんとか。でその村で採れた鉱石を加工した宝飾品が、はあ、この町の主要な特産品ってあれだ。でね、気になるんだろう、うん、うまく一枚かめりゃ一儲けできっか。めちゃめちゃ金の話だ。てなわけで、はい、俺はもう少しここで情報を集める。
なんか分かったら知らせっから。覚えてなさそう。じゃあ団長、また後でな。すごい、この目から気に入ったぜ。ベロベロすぎない？人たちが集まる酒場って感じです ね。ルリはまだお酒ダメだよ。その規模の船は初めてですが、ああ、うちでもやっぱ直してもらおうとしてる。悪いな、急な話で。いえいえ、場所は開けておきますから、船をこちらへ。そや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 、すぐに運んでくる。ありがとう。おう、どうやらグランサイファーの修理できそうだ。結構でかいけど。今話をつけたところだぜ。あの、私のせいでグランサイファーが。そんな自分のせいじゃなくても良いと思う。ごめんなさい。うん、おいおい、あれは別にルリアは悪くないだろ。そうそうそう、気にすんなって、うん、でも事故見てこんなワイバーンもあんなに襲ってきてたし。そうだね、本当にね。バハムトなんで暴れたんだろう。これはもうルリアに自分で分かってほしい。バハムトなんで暴れたんだろう。バハムトなんで暴れたんだ。あの紫の印だよね、問題は。多分分かんねえけど、不吉な予兆とかじゃねえことを祈るぜ。だいたいこういう話が出るときは不吉な予兆ですな。まあなんだ、考えてもわかんねえもんは一旦スパッと忘れちまえ、うん、はい、はい。戦勝獣の起こした問題が全部自分のせいだと思ってたらもう心が崩壊しちゃうよ。クリアちゃん、ロゼッタさんだ。ロゼッタさん、茨の魔法を操る絶世の美女、絶世の美女、ね。あら、いい香りしそう。町は見て回ったね。うん、あの、私も何かみんなのお手伝いをしたいなって思って。お手伝い？そうなの？別に無理しなくてもいいのよ。何かないでしょうか。今みんなゆっくりしてるんでしょ、ね、多分。それじゃあこの町の楽しいことを調査してもらえる？楽しいことを調査ですか？ルリアちゃんが見て触って体験して楽しいと感じたことを教えてほしいの。唇プルプルだ。なんか面倒くせえことするのだけが役立つ手伝いってわけじゃねえからな。そうだな、エンタメは大事だぞ。そうですね、わかりました。私頑張って楽しみます。頑張らなくていいぞ。お願いね。頑張って楽しみます。穏やかね。そうだね、美しい。もうなんかここら辺一体めちゃくちゃいい香りがしてそう。ロゼッタさん、カタリナさんは何してるかな。新しい防具とか武器見てるか、ペットショップを見てる。ペットショップとかないかな。結構遠くない、カタリナさんいる場所。カタリナさん、あ、わあ。非道なエルステ帝国から全然休んでない。剣の腕は一流。全然休んでない。いつも冷静でとても頼れる人だ。こんにちは。カタリナ、息抜きしました。何してんだ、うん、見慣れたものを見かけたもので、ね、訓練用の木人。懐かしんでたのか。カタリナは剣の達人だもん ね。まだまだ、私の剣は道半ばさ。ここで練習してたの。ナイナ、お前も結構やるけどよ、姉さんとならどっちが強いんだ。今の僕ならもしかしたらやっぱカタリナさんかな。こっちかな。尊重していきましょう。尊重していきたい、私は。さて、どうだろうな。今度手合わせしてみるのも面白そうだ。そうだな。勝負ってことですか？安全に手合わせしましょう。そうなったら私、どっちを応援したらいいんでしょうか？どっちも頑張れ。そんなの、どっちもでいいんじゃねえか？うん、じゃあ。多分今サブクエとかをしに街の外に出ることもできないだろうし、教会前に向かいましょうか。あ、教会だったんだこれ。でっかいね。確かこの辺で集合するんだよな。あ、そう、パンツが心配。はい、仲間を待つ。あ、見てください、グランサイファーです。大丈夫ですか、ボロボロ。あ、ちゃんと形ある。ラカムが修理に出すって言ってたよな。あ、そっか。あれ、ラカムさっきあったぞ。何？今日私がグランサイファーから落ちた時の話なんですけど、はい、あなたがすぐに手を掴んでくれて、うん、私すごく嬉しかったです。あの時まだ意識あったのか。今までいろんなことがありました。
いろんな島を旅して、いろんな人と出会って、うん、危険な目に遭うこともありましたけど、いつもあなたが助けてくれて、うん、本当にたくさん感謝しているんです、はい、なんか数日後に死んじゃいそうなセリフだぞ。あなたと私は一心同体だから、うん、だからこれからもずっと一緒に旅を続けましょう、うん、そうだね念を押されすぎて心配になっちゃう。改めて言うとなんだか少し恥ずかしいです。はぐれちゃいそう近々はぐれちゃいそうそうですね。みんな集まりだしたいい香りでしょ。香水つけたの。そうね。おいで。ああ。臭って言われそう。待たせちゃった。いえ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 。どこに止めたの？グランサイファーの修理を頼んできた。うん。よかった。ありがとうラカム。かわいい。ピーク。かわいい。船の修理が済むまではこの町で。あと忘れ物が。うん、これはなんか声が新キャラさんじゃない？では行ってきます。あ、大丈夫、バンってされない？あっ、うわぁ、チリしちゃう距離だった。あ、はじめましてだちょっとルオに似てる服、優しそうなお顔してるね。どうも。失礼しました、僕はトカゲが苦手なもので地雷踏んでく。おいらはトカゲじゃ。本当だよ。喋った待ってくれ、驚かせてしまい失礼した乱れた光景すぎてびっくりしました。私たちは旅の気空団だ。怪しいものではない。そうです。そして彼は B 君。トカゲじゃないよ。驚くのも無理はないが害はない。害はない。それどころかむしろとても可愛らしい個人の意見です。兄さん違うぜ、オイラはかっこいいドラゴン。尻尾がピーン。ああ、飛空団の方でしたか。はい。マントがふわふわだ。自己紹介がまだでしたね。はい。僕はローランさん。ローランさん。助けてくれ。俺たちの村にいきなり竜巻が。竜巻。竜巻。風？まさかテンペールの聖少女が。テンペールの聖少女。え？テンペール。あなたはフォルカで待機してください。フォルカ。あとは僕に任せて。フォルカはこの町？え、この町？あ、気空団の方々、すみませんが休養ができてしまい、はい、失礼します。一緒に行きましょうか？あ、ちょっと。行っちまったな。多分追っかけるよね。ただ事ではないのは確かだな。うん、あの御神を追ってみよう。新しい用語が追加されました。テンペール。なんか言ってたね、あのオイゲンさんが酔っ払いながら話してたの。テンペールはこの村のことか。かきあふれる鉱山の村、別名鉱山郷。珍しい鉱石が取れることで有名。鉱山には星神を祀った祭壇があり、その星神の祝福により容易に鉱脈が見つかるという伝承がある。じゃあこの横の町の、あれ聞くってあるな。この横の町の聖少女がなんか来ちゃったってこと。行きましょう。ここは人が…テンペールにはまだ逃げ遅れた人たちがいる。テンペール一体どうすれば。突然祭壇が光り出したと思ったら恐ろしい突風が、はい、星神様が怒っているんだ。なんか怒らせることした。落ち着いてください。詳しい状況を教えてもらえますか。うん、背中がツルツル。そうだそうだな、うん、なあこれってバハムートと似てる？なんか気なくせえな。バハムートが暴れたのも無関係じゃなさそうだな、ね、うん、あのメガネの人何か知ってそう。悪い人じゃなさそうだけど、ね、ついて行ってみない。うーん、そうだな。ポカット、どうする団長。どうする、困ってる人を放ってはおけない。聖少女らしき存在が気になる。そうね、ルリアのこともあるし、こっちにしてみましょうか。聖少女らしき存在が気になる、うん、よし、そうと決まりゃやることは一つだな。ついてく。え、グランサイファーで。よし、それでは行ってきます。一緒に乗せてもらおうかな。あの、うん、おや、先ほどはどうも。先ほどはどうも。なんだかドタバタしてすみません。いえ、
ご用事でしたら後日でお願いしたく、同行させて、これから町を出なければいけなくて、いただけません。担当直入に言おう。私たちも同行させてはもらえないだろうか。うん、え、さっき清少獣って言ってましたよね、うん、もしそれで困っているなら助けになりたいんです。入ってほしくない。俺らは今日この空域にたどり着いたんだが、着いたそばから一文茶があったな。もうお酒抜けました。清少獣か星神様かわからんが、俺らも無関係じゃねえと思ってんさ。うん、つまり私たちの目的も同じってことよ、うん、それなら問題はないでしょ。いや、しかしバハムートのこととか話してないし、うん、確かに人手は多い方がありがたいですが、ゾロゾロついてかない方が良い。ではお願いできますか。行きましょう。現地では何が起こるか分かりません、はい、今のうちに準備を整えておいてください。はい、よし、それじゃあメンバーを選ぶ。あ、じゃあもうゾロゾロはいけずに4人なんですね。分かりました。はい、そうかそうか、特別だったんだ。うわあ、グランを外すことはできませんが、操作するキャラクターは自由に選択。あ、そうなんだ。へえ。え、じゃあここグランじゃなくていけるってこと？どうしよう。あ、戦力値も書いてある。わ、イラストがマジで綺麗。イオちゃんも欲しいなー。ロゼッタさんもいて欲しいなー。私の力が必要。こうしようかな。しゃーねーなー。うん、こうしようかな。ロセッタさん抜くのって言われそうだけど、こうしよ。はい。あそこのカウンターでお仕事、クエストを受けられるみたいですよ。そうなんですか。旅の合間に覗いてみるといいかもです。分かった。今はでもメイン急がなきゃいけない。敵が強いと感じたらクエストに挑戦してレベルを上げましょう。武器や寺院の強化に必要なトレジャーやルピー、キャラクター強化に必要なマスタリーポイントが入手できます。はい、フェイトエピソードもありますと。わー、それは見たいですね。 OK、 行きます。お願いします。まもなく出航します。はい、いい声。皆さん準備はよろしいですか。よろしいです。はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。では船へ急ぎましょう。セーブしてないけど大丈夫だよね。大丈夫だよね。ローランさんと同じカラーリングだね。船でかいな。でもグランサイファーよりちっちゃそう。パサパサパサ。いい風。嵐が起きてるんだよね、どっかで。あ、自動操縦。あとは自動操舵で十分でしょう。すごい力入れそうだもんね、その火事。ご挨拶が遅れました。はい、ローランさんでしょ。僕はホルカの教会で司祭代理を務める。あ、司祭代理。ローランと申します。私はカタリナ、この菊団の一員だ。ラカムだ、よろしくな。私はヒヨ。待って、これ、あ、よかったよかった。ロゼッタよ。オイラはビーってんだ。ビーくん、ルリアです。よろしくお願いします。お願いします。そして彼が団長だ。へえ、こんなに若いのに気空団の団長ですって。グランですって言ってほしかったけど、うん、名前変えれるもんね。これは僕も負けてはいられません。実は僕、教会にお仕えする傍ら便利屋も営んでおりましてね。討伐とかもするんですか。家具の修理から恋の悩みまで、そういう感じ。お困りごとはズバッと解決。おっ、いや、見当たらに。この便利屋ローランに手を抜く。不可能はありません。かっこいい。キラー。あ、ドン引き。という感じで、はい。なんかちょっと変わったやつみてえだな。し、聞こえちゃうでしょ。ひとまずよろしくな、便利屋の兄ちゃん。兄ちゃんで、兄ちゃん嫌なの。僕の名前はローランです。最初にトカゲって言ったでしょ。うん、分かったよ、便利屋の兄ちゃん。これミクのローランです。愛情表現だから。仲良しになりましたとさ。最初さ、カタリナさんとイオちゃんとラカムさんが挨拶したから
パーティーにいない人の会話なくなっちゃうのかと思っちゃった。第2章、嵐来たりって。到着までしばらく時間がかかります、うん、皆さんの様子を見てきてはいかがでしょう。はい、あ、アイテムもらいます。何かに使えるかな。テンペリ定期連絡船の案内。星神様の暴走艦みんな無事ならいいけど、うーん、ここら辺までは嵐来てないんだね。もうちょっとだけ街を見て回りたかったな。あ、そうだったの、言ってくれたらいいのに。あ、はい、いや、それは無理なんですね。いや、この作り転げ落ちるよ誰か絶対。行きます。あ、町に戻るもできる。出発。はい、小さい船で恐縮ですが、何でもしばしご辛抱を。確かに船のサイカーと比べたらちっちゃい。あー、テンペール近いんだろうね。着陸できるのかな、嵐が来てるって。はあ、この辺りにはいっぱい島があるんですね。ちっちゃいのがいっぱい、ええ、僕が住んでいるフォルカのある島も含め、この一帯は群島なんですよ、うんうん、それで目的の島についてだが、到着までどれくらいだ。はい、もう間もなくです、うんうん、みんな避難してくれているといいのですが。みんな船で避難するんでしょ。テンペールだっけか、どんなところなんだ。活気あふれる鉱山の村です、うん、珍しい鉱石が取れることで有名なんですよ、うんうん、あれ見えてきた。見てください、あの島の風なんだか変です。嵐。なんだ、どうしたってんだ。これ。こんなところで。あれは関係ないか、最初の戦い。まさか。いや、そんなはずは。まさか。星神様？怖そう。怖そう。そう、頑張れ。いやー、怖いなー。墜落しちゃいそう。へえ、大したもんだ。ちゃんと面かじを当てて安定させるとはな。面かじを当てて安定させる。一度鉱山から離れた場所に係留します、はい、少々揺れますよ、はい、全員しっかり捕まってるよ。本当にね。あー、ミリリック、ウランの袋の中に入れてあげて。これ、船内ないの？船内に入れてあげたがいい。無事にたどり着いてる、はい、やれやれ、どうなることかと思ったし。よかったね、もげたりしなくて。あ、大丈夫。嫌に少ないですね。ここは避難した人たちだけがいる。あ、ローランさん、実は、うん、なるほど、暴風の混乱に乗じてゴブリンが襲撃してきたと。我々は何とか逃げ切れたが、後続の者が到着しないのが気になってな。はいはい、わかりました。あとはこのベンディアローランにお任せください。実際に稼働するのグランさんの気がするけど、みんなにも伝えてくるよ。うん、船の移動中にゴブリンとは言ったものの、避難してきた彼らをここに残していくわけにも、うん、さてどうしたものか。じゃあローランさんが見守ってもらって。ゴブリンだ、魔物だってんなら、うん、ここは俺たちの出番じゃねえか。討伐していきましょうか。僕たちに手伝わせてください。僕たちに手伝わせてください、うん、いいんですか、それはとても心強い。はい、全然任せてください。いやはや、皆さんに来ていただけてよかった、ありがとうございます。いいえ、よかったです。私たちも仕事があって。僕は避難してきた彼らを、うん、船に乗せてから向かいます。皆さんは道すがら、はい、逃げ遅れた方々を見つけてもらえればと。船に乗せてから向かいます。うん、分かった。うん、任せといて。そうだ、これを。あ、何かあったらこれで連絡を取り合いましょう。え、何それ？スマートフォンみたいなの？この辺でこんな花みたいなのは。あ、電声機の類です。電声機。それがあればお互い離れた場所で会話することができます。電声機って。すっごく高価なものですよね。いいんでしょうか。電声機。はい、構いません。なぜ僕の手作りなもので。あらま。あ、すごいね。ちなみに信号灯としても利用できます。あ、なんか出る。皆さんを誘導するときにでも活用していただければ。はい。さすが便利屋の
構重たそうだね、ビー君は。こんな貴重なもんまで持ってるなんてありがとうございます。大事に使わせてもらいますね。ありがとうございます。ビー君が基本首にかけてくれてるのかな。逃げ遅れた方々の保護をよろしく頼みます。かわいい。急いで向かおうぜ。はい。あ、パーティーメンバーがこの3人、4人になってる。4人にルリアちゃんとビー君がついてきてくれるんだ。嵐を見て逃げてきてるんだよね、この人たちは。へぇ、テンペラストーン。待ってくれ。この先は危ないよ、引き返した方がいいって。待ってくれ。この祈り場は、はい、特殊な力で守られていて、魔物が寄りつかない。きれい。傷ついたりした際は、無理せずこの岩のそばで休息をとって。わかりました。非常用の物資補給も。あ、そうなの。それは有料ですか。祈っていきましょうか。キュピーキラーン。あ、セーブできる。念の試しておきましょう。はい、ここら辺にゴブリンがいるってことかな。うわ、景色が。エインステッド群島丘。エインステッド群島。あ、曲が。あきゃー、おい、あそこを見ろ。あー、ゴブリンに襲われてる。あー、悪そう。縛られてる。やっちゃうぞ。新しい。喋ってる。すごい。何してやばいんだ。ちょっと待って、アビリティさんと使いたいの。こちらローランです。あ、こちらローランです。皆さん、レギュレイズアーマーブレイク。ねえじゃねえか、手作りにしちゃはっきり聞こえるぜ。ゴブリンは騒がしいですが、戦ってますよ。島の人たちがゴブリンに襲われてて。なんでって。待って、このレギュレイズすぐたまるな。インパタック。さすがだ団長。まだまだ行きます。あ、まだまだ行きます。会話がいいな、掛け合いが。コンボフィニッシュ。リンクアタック。できた。よし、これで全部やりました。捕まっている人たちを助けた。そうですね、縛られてましたね。あれ、どうするつもりだったんだろう、縛って。新しいエブラだって言ってたけど大丈夫か。はい、フッしましょう。さあ、順番に船に乗って。乗って乗って、アローランさん来てくれてる。私たち、助かった。かわいい。いいよ、怪我人を頼む。わかった。他にもいっぱいいる。あ、怖かったね。他にも襲われている集落があるか。わかった。よし、もっと奥の方も調べてみようぜ。ボコボコにしていきましょう、ゴブリン。この異常な風に当てられて、ゴブリン族も凶暴化しているのか。だとしたら厄介です。よし、獣人は魔物よりも知恵が働きますからね。獣人ってゴブリンとかのことを獣人って言ってるのかな。だよね、魔物よりも頭がいいから。ラカムと私たちが初めて会ったのも、ね、こんな風景の島だったな。ポートブリーズを思い出すね。あの時、ラカムさんがいたから気空団を作ろうってなったんだよね。気になって仕方なかったんでしょ団長たちのこと。どうだったかな。仕方なかったですね。あー、死んだかと思った。うわ、いる。死んだかと思ったの今。あっちにもいる。オッケー、無事で何よりです、うん、さあ皆さん、こちらへ。こちらへ皆さん、はい、ありがとうございます。それで立て続けに申し訳ないのですが、はい、もっと倒してくれと。噴射からも煙が上がってまして。はいはい。次は噴射が見えるとこだな。わかった。アイテムを開けていきます。なんだパカー。うわー、最低だ。あっちね。ゆらゆら宝箱に触れるとミラージュストーンが出現します。一定時間内にすべてのミラージュストーンを集めることができれば宝箱を実体化します。えいつも通りじゃねえか。おえなんか問題あるか。急いで。全然全く聞く締めよりに尽きるぜ。ですね。困っている人がいたら放っておきません。青少女が絡んでいる可能性があるのならなおさら。ああ、そうだった。その件も確かめるとな。やったぞ。何そう、失敗したらどうなるの。もらえないの。お金だ。これはなかなか結構な大金。
ありがとうございます。基本お金なのかな、宝箱に入ってんの。よしよし、え、早速出てきちゃった。スライムだ、経験値だ、経験値だぞ。どこ行った、どこ行った、ちょ、どこ行った、どこ行った、痛い、痛い、見えない、気ができた、痛い、いや、やれた、次だ、おう、任せな、残虐びっくりした。へえ、今の多分経験値いっぱいかお金いっぱい。エンカウントです、来た、落下死しない、落下死しない、なんでなんで、せや、よし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 、あ、やれたやれた、回避ボタンとアビリティボタン間違わないように、あ、あ、落ちる、みんなまだ油断できないよ、死ねた、言われなくても承知した、いっぱい喋ってくれる。これ高いところからの落下ダメージっていうのはなさそうかな、なんかなさそうな感じするな。なんだろう、なんでか下の方を覗いてみたくなるのかな。怖いけどなんだかわかる気がします。ライオンキングだな、大丈夫これ、へっへっはっ、大丈夫かな、これとかも大丈夫なの、行ってみるよせーの、いやー、あ、大丈夫そう、ではなさそうです、調べてみますか、落下ダメージはなさそうだね。よし、開けるよまた時間制限で作るからね、うん、行く、頑張る、あの光の石を触ればいいんだよな、財宝隠されるまで頑張る、よし、そ、操作が、操作が、はっ、へっ、まだある、よいしょ、よし、行けた、楽しい、これ朝飯前、これだんだんレベルが上がっていくのかな、だとしたらこれ以上めちゃ難しくなったら取れなくなるかも。でも多分ただのお金だよね、すごい武器とかじゃないんだったら辛くないかも。へっ、うん、あとどれぐらいいるんだ、風車小屋付近の住民を助、島民を助ける、分かった、煙が上がってるって言ってたよね、あ、いるいる、ボタンボタン頑張れ、リンクアタック、よし、 OK、 へっへっ、はい、やったー、あれ回復してる、誰か回復してくれた、見てなかったな、誰かは回復してくれたんだね、あ、ここで回復できる輪を展開してくれてるんだ、イオちゃんがかな、こっちのアイテム取るぞ。え、待って、このさ編成でさ並び替えをしたら、あ、操作は、あ、ルリアを守るためかつて従えていたエルステ、仕えていたエルステ帝国に背いた騎士、隙の少ない剣技と魔法剣を駆使した戦い方が特徴で、どんな局面にも対応できる柔軟さを備えています。あ、操作できる、変えれるのか、なんか変えれるっぽいこと言ってるなと思ったけど、あー、そこだ、美しい、危ない危ない、おー、あすごい、ボイスが素晴らしいな。ルリアちゃんは操作できないんだよね、戦えないもんね、ルリアちゃんじゃ。カタリナさんで挑みてみましょう。待って、アビリティは、あ、ヒールだけあるのか、オッケー、頑張れ、射程攻撃、リンクアタック、うぃー、危ない危ない、すぐに救出、よいしょ、食らうがいい、危ない、大きな風車まで燃やされて、どれだ、盾持ってる、なんだそれ、盾ゲージか、後ろから行けばいける、あ、いけるね、後ろ、後ろから、燃えてる、よいしょ、あー、ルリア私が守る、カタリナさん、あ、かっこいい、それリンクアタックもらった、後ろ飛ばなきゃ、合わせてくれ、気持ちいい、戦闘気持ちいい、うん、早く解放してやろうぜ、分かった、リンクアタック
どうやって解放するんだ。あ、熱い熱い。また来ちゃった。ほんとだ、気をつけてください。ボスだね。ヒールしかできないからな。ずいぶんといかついのが出てきやがった。ね、あ、落ちてきた。やったえ。一斉リンクアタックってどうすんだ。これか。閉まってるだろう。どんなこと。あ、今か。嘘、超かっこいい。リンクタイム、リンクカウンターが 100% の状態で全員がリンクアタックを成功させるとリンクタイムが発生します。リンクタイム中は敵の動きが遅くなり、攻撃力上昇や HP 自動回復、アビリティの再使用時間短縮など大きな有利な効果が得られます。あれ、あ、今これができてんのかな。視界の弦、よし、やれる。あ、じゃあ今ができたってことか。リンクアタックを押せるタイミングがあるっぽいな。やばさよなら。爆発した。オッケー。ちょっとずつ戦闘慣れてきたかな。うん、助けます。必ず3人ずつ捕獲されている。もう大丈夫ですよ。うん、避難を急ぎましょう。ローランさんどうやってついてきてるんだ。あ、間違った。うん、じいちゃん回復して。生きてる。大丈夫さ、もう安全だ。ジョージャン、歩けるわ。歩ける。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。行く島にやだ。オタクになってる。思い出に残る。襲われている人たちの救助が完了しました。はい、これも皆さんのおかげです。いいってことよ。引き続き周辺の捜索を。捜索をまた見つける。捕まってる人いる。なんてことだ。あ、追い回されてる。また捕まっちゃうよ。そんな、あれ急がなきゃダメ。彼らの元へ向かってください。はい、僕が先導します。急がなきゃいけないやつ。急がんぜ。アイテムあるからちょっと回収させて。どれどれどれ、役に立ちそうだ。おいしい。あの、熱いだ。ちゃんと様子見なきゃ。あの熱いの、ちょっと待って、次、イオちゃんにしよう。あ、入れ替えで、はい。大人のレディに憧れる小さな魔法使い。魔法を使って遠距離攻撃に長けています。回復魔法なのでパーティー支援も可能です。視覚攻撃で魔法弾、三角攻撃で範囲魔法を放ちます。それぞれの攻撃はボタン長押しでチャージが可能です。チャージした視覚攻撃を行うと魔力の渦レベルが消化します。はい、本編でもありがとうだね。何やったぜローラン。はい、ローラン、この場は俺たちに任せてくれ。かめちゃうどん。リンクアタック。俺はてっきり年下だと思ってたんだから。年下だかな、ね、意外と年なんですよ。いっけいっけ、リンクアタックバリバリーン。あ、でも遠距離いいな。いつでも力を貸せ。めちゃ話してる。はい、やれた。あ、また来ちゃう。え、さっきの強いの3体分来る。盾ついてる。頑張ろう。ちょっと離れてた方がいいな。そうだな、頑張ろうぞ。よいしょ、認可パック。よいしょ、すげえな。え、死んじゃった。戦闘不能になったら瀕死状態になり、しばらく戦えなくなります。またいずれかのボタン連打で復帰時間を短縮することができます。蘇生薬を使えばすぐに復帰可能です。仲間が瀕死になった場合、近づいて丸押し救助を行うと復帰時間を短縮できます。あー、クライシスゲージがなくなると、あ、本当に死んじゃうんだ、瀕死の状態から。わかった、近づいて丸ね。グラン、どこにいる？グラン、どこいる？押せた、押せた。どこにいるかわかんないけど、大丈夫ってことだよね。レベルアップ、おめでとう。キンク、あ、みんなが頑張ってくれた。気持ちいい戦闘。あ、回復しに来た。島の皆さん、無事でしょうか？大丈夫、大丈夫じゃなかったらこのヒールウィンドに入れてあげよう。強かったね。B君がめっちゃ誘導してくれるわ。助かったよ。戦闘が楽しすぎる。君たちは一体。気
キクシです。旅のキクシだ。はい。依頼を受けて助けに来た。皆さん、間に合って。もう大丈夫ですよ。その声は、ローランさん。信頼が厚い。よかった。助かった。さあ、早くローラン殿の船へ。ちょっと待ってくれ。まだいる？実は俺たち、そこの遺跡の奥にあるゴブリンどもの砦から逃げてきたんだが。砦が作られてるんだ。砦にはまだ捕まってる仲間がいるんだ。彼らだけ置いて逃げるわけには。オッケー。団長、行きましょう。まだ心の準備が。島の人たちを助けよう。でもこれこのまま行っちゃったら、島の人たちを助けよう。イオちゃん操作のままになるかな。お前ならそう言うと思ったぜ。オイラたちは砦に捕まってる奴らを助けに行くから、こいつらのことは頼んだぜ。頼んだ。皆さんに頼りきりですみません。いやいや、ついてきてよかったね。どうかお気をつけて。はい。それじゃあ急ぎましょう。ゴブリンの砦、ゴブリンが先に作ってたのかな、この場所に。それとも嵐に乗じて勝手に作ったのかな。あ、どんどん暗くなっていく。ゴブリンどもが作った砦ってどこか。警戒しながら進もう。この場所、うちらの根城にしようって感じで。あ、調べる。あ、リトルスニッパー。ゼガクランで各地に隠れ潜む希少な生物です。この生物を保護している人物がどこにいるとか。サブクエ、保護しなくちゃ。保護した。嫌に静かに。これ戦闘中にぐちゃってなって服にぺちゃってなりそう。カニさん潰れちゃったとかなりそうだな。あれ、シェロちゃんいる。皆さん、こんなところに、ね、うん、祈り場での旅自宅もシェロちゃんにお任せです。こんな危険なとこまでご出張に来るんですね。祈り場でよろずやや鍛冶屋サービスの利用できるようになりました。え、いや、どこにでもいるってこのこと。この祈り場に寺院強化、鍛冶屋で寺院強化可能になりました。トレジャーとルピーを消費してレベルを上昇させ、スキル効果を強化できます。寺院のレベル上限はレアリティによって異なります。レアリティ、寺院の強化ですね。うんうん、まあ後ででいいか。武器強化、武器を鍛えますか。グラン君強くしたいな。あとカタリナさんも強くしたい。ルカルサマックスがレベル10なのかな。上限解放とかいる。まあ一回やってみるか。所持数結構余裕あるし。強化する。レベル10。馴染みある。一緒の絵、なんかフォントというかデザインなの。はってなるね。ブランクもせっかくだからレベル10にしとくか。はい、受けたまわります。じゃあもうちょっとイオちゃんで戦いたいからこのまま行きましょう。やめろ。あ、なんか叫び声する。急ぐぞ。はい、これ取らせてください。カニさんも探したらいるってことだよね。ここってまさか闘技場。闘技場開ける。さてと、さてと。うわ、めちゃいる。せーの、ふっ、うん、さあ。ゴブリンどもがうじゃうじゃと。あ、だが襲ってくる気はねえみてえだな。これは君たち早く逃げなさい。紛れてる。青ボスが来ますね多分。とんでもゴブリン。何か来ます。来ますよ。あ、細い足。あ、赤ゴブリン。強そう、強そう。うわー、盾かと。この盾がまたミート。頑張れ。ぶねーな。こいつにとっちゃ盾も立派な武器ってわけだ。ねえ、イノシシ野郎の突進がやかいだ。なんか利用できねえか。イノシシ野郎。おっと。はい。怒られちまったか。大丈夫か。あっつ。一部のボスは一時的にバーストオーラ状態になる場合があります。防御力が大幅に増加しているほか、奥義も効かない状態となるので、無理に攻撃せず回避に専念しましょう。今すぐ何見たらいいんだ。わあ。ちょっと待って。あ、大変だ。あ、大変だ。サブレイク来た。今がチャンスね。今がチャンス。強そうなやつだけど、オイラたちの敵じゃん。はい。またランね、周りに。あ、オッケーオッケー。レギュラー大丈夫。基本でも攻撃する対象として見てないな、多分。
ユリアちゃんを。ザッコは私に任せておいてください。照準が、照準が。あれをやっつけたら終わるのかな。多分全部の敵やんないとダメだよね。はいはいはい。投げた！戦闘のアクション楽しい。あと 2% だぞ。入れ、インカーパック、やれー、やったー、やった。このやっぱでっかいのをやっつけたら他の敵も死んだっぽいね。あ、大爆発、大爆発する。こういう戦闘楽しんでたんだね、ゴブリンは。あいつら尻尾巻いて逃げてくぜ。ところでルリアちゃん、この島に吹きつける風はもしかして青少女の力、はい、間違いありません、うん、テンペールにいる青少女の力だと思います。うビンゴってな、こっからが本番ってわけだ。皆さん無事ですか？無事です。囚われていた方々は大丈夫かな？こちらは問題ない、囚われていたみんなも無事だ。逃げたゴブリンはもう帰るかな。助かった、よかったよかった、はあ、よかった。皆さん本当にありがとうございます。さてと、じゃこの嵐を起こした張本人に会いに行くとするか。青少女に、ラカム君、何を言い出すんですか。くんって、フォルカを離れる前に言ったはずだぜ。青少女の問題は俺らも無関係じゃねえのさ。ローランも一緒に来るね。この状況で残るなんて正気ですか。でも私たちがここで青少女を沈めないと、この島はもっと大変なことになってしまうと思うんです。うん、しかしですね、沈めることができると思ってないんじゃないのかな。僕たちを信じてください。島の人たちのことはお願いします。ローランさんからしてみたら、ルリアちゃんの能力というか知らないよね、そういうことができるとかって。僕たちを信じてください。僕たちを信じてください。団長君、一緒に来てくれます？わかりました。聞くしてある君がそこまで言うからにはきっと何か考えがあるんでしょう。でも青少女の情報欲しいな。もし危険を感じたら迷わず撤退してくださいね。はい、まだ謝礼もお渡しできてませんので。わかってるってば。はい、心配してくれてありがとう。ありがとう。ではしばしお待ちを。来てくれるよね。せめて近くまで送らせてください。あ、送らせるだけで一緒に来ないの？え、この荒れ具合、ティアマトを思い出すぜ。ねえ、そうだな。そういう感じなのかな。レインストーリー流れみたいな感じでそういう青少女たちと出会っていくのかな。第3章、星の獣。Yeah.